皆さん、はじめまして。私は京都府京都市の在住の京都一幕かすら教会の牧師、早川勝夫です。今回は1月10日から12日にわたり行われましたラブソナタ京都決起大会の報告をしたいと思います。この決起大会は1月10日から12日まで3日間連続の決起大会です。第1回目は京都グローリーチャーチで行われました。当教会の賛美グループ2組が登場し、主への賛美に満たされた後、イ・スルギさんによる韓国こと、カヤングの演奏と、ユンさんによる韓国太鼓、チャングの演奏が行われ、珍しい音色を楽しむとともに、その民族楽器を使った賛美演奏はとても楽しい時間となりました。日本に来られた韓国の宣教師、ジョン先生からのメッセージを聞き、心が宣教の思いに満たされました。主への献金と集会のアピールがあり、心が燃える集会となりました。第2日目は、京都グレースバイブルチャーチで行われました。この教会の賛美グループは、若者たちにぴったりな賛美と、演奏で私は驚かされました。またメジャーデビューした賛美グループが解散した後、そのメンバーを含む3人のクリスチャン賛美グループが結成され、今回歌ってくれました。強烈な歌声は圧倒する力がありました。その後、イー・ソルギさんのカヤングとユンさんによるチャングの演奏がありました。今回も初日以上に盛り上がり、楽しいひとときとなりました。お話はグレースバイブルチャーチの関誠先生がなされ、祈りの大切さ、助け合う祈りを教えられました。その後、日本に来られた外国の方々によるスキットなどもありまして、大変楽しいひとときを持ちました。献金とアピールの後、集会が盛り上がりまして、帰るのが惜しいような気がする集会でありました。3日目は、風光明媚な大津バプテスト教会でもたりました。初日で行いました京都グローリーチャーチの方々が賛美を捧げてくださり、その後3日連続でカヤングとチャングの演奏がありました。イースルギさんは慣れない日本での連続の奉仕でなかなか大変だったと思うんですが、3日目になるとその緊張感がほぐれて本当に自由に演奏してくださり、大変楽しく、そして面白く、この聴かせていただき、また歌うことができました。3日目になりますと、集まった人々と連帯が深まり、4月8日、9日のラブソナタ京都に向けての新たなる意気込みが与えられ、とても素晴らしい決起大会となりました。3日間の延べ人数は約300人ぐらいではないかなと思っております。今、私たちの願いは、京都と近畿のリバイバルです。そのためにラブソナタ京都は各個教会の祝福をベースにして祝福を受けたいと願っております。またゴスペルナイトの800名、ラブソナタの1800名が満たされて救われる人々が溢れることを願っております。4月8日9日を覚えてください。場所は、大津の琵琶湖ホールです。大勢の方々が来てくださることを本当に願っておりますので、ぜひおいでください。教会の祝福とともにラブソナタの祝福をお祈りしてくだされば心から感謝です。以上、京都から報告いたしました。